鹿モード。よし。こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。改めまして、先月末かな、鹿の間のチャンネル登録者様が90万人突破いたしました。すごい。いつも鹿の間に遊びに来てくださり本当にありがとうございます。そして同時に9月30日鹿の間6周年を迎えました。新たに見てくださる方もたくさん増えたということで、これはね、久しぶりに質問コーナーをやっていこうと思います。インスタでね、募集してマネージャーさんにセレクトしてもらい、90万人なので、今回は90個の質問に答えていこうと思います。うん、長くなりそうやね。テンポよく答えていきます。今回も鹿の子様に恩返しとしてプレキャンを開催するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿の間でお過ごしください。質問コーナーする前にめちゃくちゃどうでもいい緊急報告なんですけど、人間ドック行って結果返ってきて喉引っかかったんですよ。ポリープがあるかもみたいな言われて、で病院行こうと思ってたんですけど、その前に風邪ひいちゃって、ついでに耳鼻科でね、喉見てもらおうと思ったらさ、喉はまあ普通に炎症を起こしとっただけで大丈夫で、まさかの今蓄膿症になってて、声がねめちゃくちゃ鼻声なんですけど、めちゃくちゃ元気なんで気にしないでください。こういう声と思っていただけると嬉しいです。さあ、それでは90個の質問答えていこうと思います。それでは早速質問スタート。あと MBTI を知りたいです。 ENFJ の A。 ここ数年で4回診断したんですけど、 ENFJ、ENFJ、INFJ、ENFJ になりました。 I と E がたまにチェンジするぐらい、結構相売りの E。 次、服どこで買ってますか？ほとんど ZOZO タウン。ブランドそこまでこだわりない。あとたまに古着屋さんで調達します。ほぼネットかユニクロ。次、ライズホルツ行きましたか？行けてないんですよ。来年こそライズくんたちには会いたいです。もし今見てたらワンピース何編まで見進めてますか？まだ空島。おすすめの家具とかブランド教えて。このソファーもなんですけど、ほとんどの家具がクラッシュゲートです。あまり知られてないんですけど、日本の家具の生産量一番多いのって福岡の大川なんですよ。なので大川市に行くと結構家具屋さんがもう路面でバババっていっぱいあったりするので、もう車で大川まで行っていろんな家具屋さん回ってお店のね人たちの話を聞きながら、結構物語がある家具とかだと愛着湧くので大川家具が大好きです。次、髪がチュルチュルな秘訣。この間ねヘアケア動画を出したんですけど、私なりに何が一番効果あるのかっていう、2つに絞ったんですけど、まずこのねケラフェクトコネクターっていうケラチン、これをですね、こういうスプレーボトルに1割入れて、あとはこういうね水みたいなもんなんですけど、ベースフォームと混ぜてお風呂上がりに髪振りかけて、これだけでも髪質変わると思う。2つに絞るというならやっぱりシルク。シワシワなんですけど、このシルクヘアキャップ、特に私みたいに髪の毛がすごい絡まりやすい方、朝トリノスとかになりやすい方とかはマジでそこまで型もつかないし、私は脱げたことないんで、ここシルクめちゃくちゃおすすめです。この2つかな。かなり綺麗になったと思います。次、最近音楽何かよく聴いてますか？もう最近ね、もうずっと繰り返し聞いてるのが工藤雄二郎さん。男性のねシンガーソングライターなんですけど、なんか懐かしさ感じる歌とめちゃくちゃ落ち着くんで、結構一人で歩いてる時に聞いたりするとなんかジブリの主人公になったかのような気持ちになれるのでおすすめです。めっちゃ落ち着く。で、だいたい彼の名曲を一通り聞いたらラナデルレイ聞きますね。スマホでも聞くんですけど、もうレコード LP 買っちゃいました。彼女の曲はねザ・グランツが一番好きで、なんかね秋近いからか結構ゆっくりした曲聞くことが多いかも。動画にたくさんヘアバンドが出てきますが、どれがお気に入りですか？やっぱりこれですかね。次、垢抜けるために今も続けてることややってよかったことを知りたいです。まだね改善されてないから続けてるっていうのもあるんですが、姿勢とストレートネック改善、結構昔に比べてね輪郭を褒めていただくこと増えたんですけど、前の動画と比べて今どうでしょう。顔のなんか大きさ変わりませんでした？ハイフとかもやったことないんですけど、これって本当に顔が前にあるか後ろにあるかの違いで、これだけでもめちゃくちゃスッキリして見えませんか？この間マネージャーさんにも首が長くなったって褒めていただいて、多分ね長くなったというよりも首がねこうやって前に行ってて短く見えてたのが、こうやって後ろにちゃんと正位置に戻って顔の大きさも首の長さも違って見えるのかなと思います。すごくない？まあピラティス行ったり家でストレッチしたり、カイロ整体行ったりコルクン行ったりして矯正してます。次、すっぴんとメイク後が違いすぎて泣きそうです。泣かないで。でもね、それだけメイクとすっぴん後違うってことはメイク技術高いってことですかね。私も結構すっぴんと
とメイク後違うんですけど、すっぴんでもなんか可愛くなりたいと思い始めて、ちょっとね愛嬌でどうにかなるんじゃないか問題、表情鍛えたりスキンケアとか頑張ったりで、結構さすっぴんだと左右非対称なところがめちゃくちゃ気になったんで、眉毛の長さを左右対称にしたり、本当に表情管理とか筋肉の使い方で顔のね歪みとかはなくなるんで、昔よりはめちゃくちゃすっぴんに自信持てるようになったので、すっぴん状態のねどこがマイナスに感じているかを知るっていうところも大事かもしれない。なんかねすっぴんとメイクギャップあると可愛いですけどね、自信持ってください。次、最近ジャズ聴き始めました、おすすめの曲教えてください。こういうの嬉しい、音楽のね秋ということで布教させてください。ちょっとジャズねあまり聴かないなって方でも、秋なのでぜひビル・エヴァンストリオのこのオータムリーブス、うん、これ多分声とかね入ってない本当に演奏だけのジャズなんですけど、結構夜とか夕方ぐらいから聴き始めるとリラックスできるし、作業中とかに流すのもおすすめです。コンビニでつい買ってしまうものは何ですか？一瞬で行ってきます。割り不審者、雨降ってたんでねちゃんとエコバッグ、あの私虫歯になりやすいのであんまりお菓子とかを出先で食べたりしなくって、でコンビニ行ってもねあんまり買わない。なんか60キロ時代にねお菓子食べすぎて今そこまで興味なくなって、もう絶対コンビニに行ったら買うっていうのがあってまあそれが無難に麦茶、麦茶大好き、特に夏。そして私のガソリン、ブラックコーヒー特大サイズ。そして最後にこちらですね、アンパンマングミ、これだけはもうあったら買っちゃう、シカモード。さあ続いてなんですが、お菓子控えめにしたり階段使うようにしたり、いろいろ意識しているのに全く痩せません。素晴らしい意識。私もね結構こういうあの日常の意識プラス食事制限やってたんですけど、やっぱりね変化が分かりづらいので、有酸素運動さえあと筋トレ頑張れたら結構一気にねガクンって落ちるんで、有酸素とかちょこちょこ入れ出してから痩せ始めると結構ダイエット楽しめてくるので、ランニングなんかしんどいなって方とかは早歩きでもいいし、結構ねガツンとね目に見えて効果出るので、やっぱ有酸素と筋トレは必須かなと思います。無理せず頑張ってください。次、ストレス発散方法はどんなことをしていますか？これはもう昔から変わってないんですけど、人からフリータイム、一番スッキリする。次、映画の主人公になるなら誰？もうすぐね私鑑賞映画が1000本超えそうなんですけど、めちゃくちゃ考えたんですが、あんまり日本で人気なかったんですけど、ハンガーゲームのカットニス・エバディ、はぁなりたいもう一目見た時からすっごい彼女に憧れて、やっぱりもう昔から強い女性、動物的にが大好きでなりたくって、やっぱ映画はね主人公強い女性に憧れます。ちょっと待って、これみんなのも知りたい。映画の主人公になるんだったら皆さん誰がいいかぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。気になる気になる。次、上半期の面白いエピソード、これ私の悩みなんですけど、面白い話が一個もないんですよ、びっくりするぐらい。でカメラホルダー見返しても上半期面白いエピソード何もなくって、ちょっと自分でもめっちゃ恥ずかしくなったなっていうのが去年の年末にありまして、それがおばあちゃん家に行ったんですよ。おばあちゃん家に私の父の妹のおばも一緒に住んでて、でおばがねちょうど昼間いなくって18時ぐらいに帰ってくるよって言われてたんで、私がね行くこと伝えてなかったんで、久しぶりやけん脅かそうと思って、で18時ぐらいにピンポーンってインターホン鳴ったんで、おばあちゃんがあ帰ってきたみたいな言うけん、インターホン出てなんかめっちゃ低い声でほーいって返したんですよ。で多分この時点でねめちゃくちゃびっくりしてるだろうな、しめしめと思って、で鍵が開いてなかったんで、おばあちゃんが開けてきてって言われたんで、バーって走って鍵ガチャガチャってドア開けて、めっめっちゃ変顔して誰ですかって言ったんですよ、超低い声でね。したら新聞屋のお兄さんで、めっちゃ恥ずかしい思いして、お兄さんもさ腰抜かす勢いでびっくりしてて、やらかしたと思って、やってる行動が完全に子供だったんで、お兄さんが親御さんいますかって私に聞いてきて、いませんって言って帰ってったんですけど、おばあちゃんから最近なんか新聞の勧誘がしつこかったから助かったって言われて、そっから新聞勧誘来てないみたいです。次、シカちゃんが仕事をする上で大切にしてることは何ですか？多分私の仕事ってすごい特殊じゃないですか。結構何事もね視聴者様とつながってたりするお仕事が多いので、とにかくなんかものづくりに関しては妥協を絶対しないこと、何かをやることに対して諦めない。でこれ仕事以外もそうなんですけど、何事も常に学びって思ってますね。まあ、動画に関しては、まあ、カメラだとマイクに話しかけてはいるんですけど、このカメラを一人の視聴者様と思っていつも話してる、人と思ってこうやって話しているので、これは昔から心がけてることですかね。いろんなことをねやっているので流れ作業になってしまうことがあったんですよ。でその時にちょっとすごい考えて、機械的にならないようにちゃんと誰かと向き合っているっていうことを忘れ
れないようにしてお仕事だったり動画制作に取り組んでます。こんな感じかな。自分中心には絶対にならないように需要と供給をしっかり考えるっていうのも忘れないようにしてます。次、写真を撮る時の笑顔のやり方を教えてください。私がよくやるのは歯をまず食いしばるじゃないですか。口を閉じて表情は変えず歯を食いしばってください。食いしばった後に上唇の中に下唇を半分収納してください。これが普通やん。うん、これじゃなくて下唇をちょっと中に入れる感じ。うんうん、で下唇を収納して口角をちょっと上げるっていう。するとこの下顎がねちょっと中に収納されて見えるので顔が小さく見えるっていう笑顔の作り方です。で正面からね自分で笑顔を作って写真撮ってみてほしいんですけど、私普通にやりますよ。うん、こっちの口角めちゃくちゃ下がってるんですよ。こっちの口角全然上がんなくって、なので正面から写真撮られるなって時とかはこっちの口角意識して笑顔するようにしています。漏れます。次、彼氏ができません、どうすればいいですか。うん、無理になんか彼氏作らなきゃって焦らなくてもいいと思うんですよ。なんかね彼氏いないとやばいみたいな雰囲気あったりすると思うんですけど、そういうのでもし焦っているならばもう無視無視で、やりたいことがあれば絶対にやりたいことを優先した方が有意義な人生を送れると思うので、で私自身も恋愛に興味がなかったので、とにかく好きなことをひたすら20代前半追求してたら今の彼と出会えて意気投合したので、やっぱ私も見てて思うんですけど、その自分の好きなこととかやりたいことを追求してる人ってめちゃくちゃキラキラしてるんですよ。自分持ってるっていうのがすごいわかるし、やっぱそういう輝いてるの見ると絶対に人って寄ってくるので、もしやりたいこととか今集中したいことがあるんだったらそっちを集中して、絶対見てくれてる人がいるので、でなるべくね趣味とかもそういうイベントがあるならば足をめちゃくちゃ運んで、パートナーを探すというよりもいろんな人にね出会いに行きたいという気持ちでラブに行くと出会えるかもしれません。焦らなくて大丈夫だと思います。次、歴が長い友達へのおすすめの誕生日プレゼントはありますか。もうね好みとかもいろいろあると思うんですけど、私もプレゼントしたことあるんですが、髪がもし長ければフェラガモのバレッタはすごい可愛くて使いやすくって、私もプレゼントしながら欲しいなって思いました。他にもねシュシュとかクリップだったら手に取りやすい価格のブランドもの結構あるんで、ヘアアクセはね黒とかだと全然ファッションジャンル問わず使えると思うので気分上がるんで、まあアクセ系は喜んでもらえるだろうし、めちゃくちゃシンプルなすっごい華奢のネックレスとかブレスレットとかでもいいかもしれない。やっぱり歴が長くって深い友達は美容品とかいろいろ消耗品あると思うんですけど、私はアクセサリーとかあげたくなっちゃうな。次、初コンタクトカラコンシシカ買いました、ありがとうございます。嬉しい。レンズを装着するときにお椀が崩れないからね、初めての方でもすごい使いやすいですし、初めての方でも挑戦しやすいかなと思います。ありがとうございます。いつも元気もらってます、ありがとうございます。今一番行ってみたい場所はどこですか。ズバリ岐阜県にある世界淡水魚園水族館。深海魚とか結構気持ち悪い魚が大好きなので見に行きたいです。次、今もびっくり亭のご飯食べる。もちろん安定に肉 1.5 ご飯大盛り食べます。シシカは今後新食など発売予定はありますか。あります。ただいま絶賛制作中です。まだ何もね公開できないんですけど、いろいろまた試作を作ってますので、激漏れするカラコン楽しみに待っててください。皆さんどんなカラーが欲しいですか。ちょっと気になるので、こういうカラコンあったらいいなっていう理想などありましたらコメントに書いていただけると嬉しいです。次、深夜にラーメンとか食べますか。最近はねなんか全く食べなくなりましたね。普通のラーメンもカップラーメンも大好きなので、もう本当に特別なご褒美として食べるようにしているので、何か大きな仕事を終えた時とか、ちょっと休まず頑張り続けちゃった日とかはご褒美で食べちゃったりしますね。でも大体私家で食べるよりも旅行先の深夜ホテルで食べるカップラーメンが大好きなので、やっぱ定期的に食べちゃうとね楽しみが薄れてしまうから、その旅行で深夜ラーメン食べるぞって思って日々頑張るので、まああんまり日常では食べることないかな。次、名前とか覚えてくれてる鹿の子ちゃんとかいますか。いるいるし、結構ユーザーネームとかアイコンで覚えがちかもしれない。イベントとか来た時にね、なんとかでコメントしてますって言ってくれて、はーってなる時がめちゃくちゃ嬉しい。なので結構なるべくコメントしてくださる方は頭にね叩き込んで覚えています。うん、あなたも把握してる。次、中さんです。鹿の間ちゃん本当に憧れです、ありがとうございます。彼氏にオタクだということを明かした方がいいですか。かわいい。え、彼氏さんのね温度感にもよるかもしれないんですけど、オタクはもうかわいいので、早口にねならず、いいことも言ってた。せっかくオタクを明かすんなら絶対に可愛いと思ってもらいたいので、もう恥ずかしがりながら行こう。まあ結構私もそうなんですけど、推しのことになったらすごい早口になりがちなので、ちゃんとゆっくりね恥ずかしがりながらオタクだよっていうのを伝えると
絶対可愛い。可愛いですね。やっぱ何かに夢中になってる女の子って可愛いし、私が彼だったらなんかそっちばっか夢中してると嫉妬しちゃうかもしれない。意外とオタクは追われそう。次、顔タイプなんですか？エレガント。福岡のおすすめスポット教えてください。やっぱ糸島になっちゃうんですけど、カフェなんですが、さななみコーヒーさんっていうところが秘密にしたいぐらい好きですね。コーヒーも美味しいし、居心地もいいし、夏とかね、すごい涼しくって落ち着くので定期的に行っております。90万人おめでとうございます。ありがとうございます。人付き合いをする上で一番大事にしていることは何でしょうか？ちゃんと共感することと絶対に嘘はつかない。当たり前やけど、私がね聞くのすごい好きっていうのもあるんですけど、聞き手に回っちゃいますね。結構昔は割り込んで話しちゃう癖とかあったんですけど、一旦聞くっていうのを心がけてると意外と相手がね言わなくとも読み取れることが増えたので、聞き術っていうのを年々磨き上げてます。次、彼氏の体臭が気になる。あら、でも傷つけたくはない。そんな時なんて伝えたらいいと思いますか？難しいね。なんか体臭って多分本人気づかないじゃないですか。やけちゃんと言わんとスルーされそうな気がするんよね。だからもう本当に好きやったら、一旦まず私が原因を突き止める。全身から出てるのか、脇から出てるのか、頭皮から出てるのか、これを突き止めて、で一旦調べて、もう一緒に直しに行く覚悟で。やっぱりなんか何事もこういうのって深刻に言ってしまうと本人も傷ついたりするし、あーなんかやばいかもって思うかもしれんけん、まあ可愛く明るく伝えると本人も嫌な気分にならないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこれどう？まあなんか分からんけど、仕事終わってデート行く時になんかプーンって香ってくるじゃないですか。ねえ、なんとかくん、これ言うか迷っとったんやけど、最近匂いが酸っぱくない？仕事頑張りすぎじゃない？って言って、でちょっとそこで匂い嗅いで、あここだって言って、あくまでもポップにね。で私も最近さ、自分の匂い気になるけんちょっと病院行ってみらんみたいな感じで、多分香りって病院とかに行ったらカウンセリングしてもらえたりするので一緒に行くっていうのだと結構深刻にならず、まあ一緒に直しに行くかな。ちょっとね、匂いが強い時とかは可愛くね、匂いをねこうやって嗅いで、今日なんか強くないみたいな、匂い強いかも、多分癖になるかもみたいな、ちょっとね癖になるみたいな面白フレーズも挟みつつ、でも決める、日程を合わせて、まあ病院とか調べて、まあとりあえずうちも気になるし行ってみらんって言ってカウンセリングとかに行くのはどうでしょうか。まあそこまでねしなくてはいいと思うんですけど、その匂いに名前つけちゃうとか、今日頑張り臭めっちゃするわとか、まあ、私だったら結構深刻に言われるとかなり来そうな気がするので、ポップに伝えますね。何事もやっぱ明るく可愛く言えば解決できるはず。次、おしゃれな絵ってどうやって見つけてますか？最近さ、こういうやつですよね。これは大好きな私のヒッチコック監督の、ヒッチコック大先生がすごい大好きで、家にね置きたいなと思って考えて検索かけたらヒットしたっていう。この横にかかってるのもチェット・ベイカー。私の場合は結構好きなアーティストとか映画とかで絞っていろいろ検索かけてヒットしたものをネットで購入することが多いんですけど、たまにだいたいね大きな県とかだとあると思うんですが、アートフェアっていうのが年に1回とかあったりするんですよ。いろんな作家さんとかアーティストさんが集まって絵を展示して、もその場で買えるみたいな。結構そういうとこに行くとね、もう奇跡的な絵の出会いっていうのは絶対あるので、アートフェアに直接行って買ったり、たまに個展とかやってるので、もう知らなくてもそこまで興味がなくても入ってみると意外と出会いがあったりするので、多分アートフェアとかだとね、インスタグラムとかツイッターがあると思うので、そういうのフォローしてるといついつどこで開催みたいな書いてあるので、それに合わせていくっていうのをすごいおすすめします。アートフェアで買ったのいくつかありますが、本当にでかくって、規模が買わなくとも行くのめっちゃ楽しいです。結構ね高額なものが多いので、まあ、お仕事頑張ってこの方の絵を絶対に手に入れたいみたいなモチベーションにもなったりするから、アートフェアおすすめ。次、鹿沼さんはどうやって友達とちょうどいい距離感を保っていましたか？人間関係難しいです。そうですね、私に関しては結構人間に依存してしまうので、友達も独占欲すごいあるタイプなので、これを制御するためにあんまり会わないようにしてるかも。結構仲良くなりすぎると寝る時間を惜しんで会ったりしてしまうんで、まあ頻繁に会いすぎないっていうのと、やっぱ価値観ってほんと人それぞれなんで、やっぱ親しき仲にも礼儀ありとも言いますが、どんなにね仲良くなっても距離感大事だなってすごい思います。
詰めすぎるのは家族だけでいいなって私すごい思ってて、自然体でいられる友達が一番いい距離感なんで、自分の距離感もそうなんですけど、相手の距離感もわからないじゃないですか。意外と何も言えなくてぐいぐい詰めてくるのが実は嫌だったりすることか。だから一旦その人のことを知る、理解するした上で、その人のまあ温度感に合わせて私は調整しますね。友達といるのめちゃくちゃ楽しいと自分のやりたいこと一旦忘れてしまうタイプなので、会いすぎないことを意識してます。会いすぎない、会わなさすぎない、絶妙な距離感がね、大人になってはちょうどいいなってすごい思う。結構もうずっと一緒にその人といすぎると、話し合ってるうちに共感し合ってその人の価値観に寄ってしまう時があるんですよ。結構そういった場合、自分をね見失いがちなので、結構私すぐ人に流されちゃうタイプなので、私の場合は依存しすぎない、深く入りすぎないことですかね。今の身長体重教えてください、ダイエットのモチベにしたいです。健康診断の結果が返ってきましてですね、現在 164.1cm、 51.4kg でございます。気に入ってる絵文字、これちかちゃんの話し方が昔から大好きです、ありがとうございます。話す時に意識していることあれば教えてください。結構ねあるんですけど、まず早口で話さないこと、でも言っちゃうんですけど、なるべく若者言葉を使わない、やばいとか言っちゃうけど、あと汚い言葉は使わない、例えばクソとかクソ熱いとかも言わない。であと正しい日本語を使うとかかな、敬語とかもちっちゃいつを入れない、こっちはこちら、あっちはあちら、そっちはそちらとかで、敬語も二重敬語使わないとか、あとら抜き言葉もね言っちゃうけど意識はしています。まあそういう気遣いしてるとちょっと丁寧な話し方になったかな。今でもね全然 YouTube で話し方についてはご指摘いただくんですよ。一番最近だとのでを言い過ぎ、なんとかなのでとかをちょっと言い過ぎてたみたいで、ご指摘をいただきまして改善中です。ちょっと前はね、というのも乱用しすぎてご指摘いただきまして、これは改善できました。いろいろありますね、 YouTube 始めていろいろ指摘いただいて、日本語はどんどん改善されたので、完璧ではないんですけど、結構この話し方は YouTube があったからこそですね。初期の動画見ていただくと本当に話し方別人なんでびっくりすると思うので、ぜひ見てみてください。次、今一番欲しいものは、時間、食べたくなってきた、わめっちゃいい匂い、じゃじゃー、これ美味しいよね。この紙が食べれなかったら買ってない、この紙がうまい、うまっ。鹿沼ちゃんがダイエット中に食べる感触を教えてほしいです。割とねダイエット中はマカダミアナッツチョコを、まあ、数日3日とか4日に分けて食べるのがすごい楽しみです。チョコ大好きなんですけど、マカダミアナッツチョコって結構ガツンとチョコの味して満足度高いんで、なんかちっちゃいのをチビチビ食べるっていうよりも、結構ガツンとしたものを1個とか2個食べちゃうのが、私の中では特別感、ご褒美感があって続きやすいです。好きな人との初デートどこがいいと思いますか。高2女子です。うん、やっぱり私はあんまり明るいところで顔を見られたくないので、まあ映画館行ってショッピングしてご飯行くっていうコースか、水族館ですね。夜の水族館とかどうでしょう。夜の水族館っていいですよ。結構期間限定でね夜やってる水族館とかあるので、デートしたことないんですけど、雰囲気もいいし顔もそこまではっきり見られないので、まあいい感じにドキドキするんじゃないですか。ぜひ行ったら報告してください。次、行ってみたい国はありますか。最近はマジでエジプトに行きたい。結構ねピラミッドとか世界遺産とかすっごい大きいものを見たいので、結構今はエジプト一択。毎月美容にどのぐらいお金かけてますか。これ計算してなかったんですけど、美容室にだいたい1万円、ネイルに1万円、まつげ、まつパーにだいたいセットで1万円で、カイロプラクティックっていう整体に通ってて、これが7000円ぐらいですね。まあ3万7000円ぐらい今で、コルグンっていうね、コルギってよく聞くと思うんですけど、コルギって骨にアプローチするんですけど、コルグンって骨と筋肉にアプローチして骨格とか正位置に戻してくれるっていう施術なんですけど、これが私なんかチケット制で購入してるから一気にバッと高額で買ってるんですけど、まあそれがだいたい3万円ぐらいかな1回で、ボーナスのタイミングでね、カイロもそうなんですけど回数券をいつも買ってるんですが、 あと皮膚もやってるので8万ぐらいかけてるかもしれない。結構ね私回数券で購入してるものが多いので、なんか春とかにも一気に買うみたいなのをして、まあ今月の出費は3万円ぐらいですかね。次、ちかちゃんが好きなケーキとかスイーツなんですか。超シンプルないちごのショートケーキ。パーソナルカラー教えてほしいです。パーソナルカラーはブルベナツイエベハルって言われてるんですけど、そういえば私1軒目グリベって言われたの忘れてました。ブルベナツもイエベハルもほんと同じぐらい似合うで、最近私メイクも髪の毛もイエベ秋寄りのものがすごい多くって、イエベ秋なのではないかって言われることがすごい多いんですけど、20年
番パーソナルカラー診断するまで私イエベ秋と思って生きてきたんですよ。だし洋服とかもあのオータムカラーがすごい大好きなんでずっと身につけてたので私の中ではあのオータムカラーがめちゃくちゃ落ち着きます。だからあの結構長年ね着てたもんなんで似合わせにいけるイエベ秋だから正直もうパーソナルカラー関係なく最近は合わせにいけると思ってるので一応ファーストブルベ夏ですが最近はイエベにハマってます。チカちゃんの待ち受け画面とスマホケース知りたいです。今実家のおはぎちゃんでスマホケースもケースティファイの猫ちゃんにこういうチャームつけております。次、恋愛でのトラウマは、あの私が中学の時に赤面症になって結構好きな人とか気になる人の前で顔赤くなるのを茶化されて全異性に赤面症を発動するようになったんですよ。そっからねもう恋愛が全くできなくなって、まあ、トラウマかは分かんないんですけど、まあ、22、23ぐらいまで赤面症のせいでですね恋愛ができませんでしたね。結構似たような方多いかなと思うんですけど赤面症は治るので意識しすぎないように。コラボしてみたい YouTuber さんはいますか？最近ねめっちゃハマってるのがレインボー池田さんの美しチャンネル、ナイトルーティン見ました。めちゃくちゃ面白いって言ったらあれなんですけどすっごい効率いいんですよ。めちゃくちゃ勉強になっていつかねコラボなんてできたらいいなって妄想してます。バイクはレブルですか？レブルです。実家にあるんでね最近全然乗ってないので乗りたいな。国内で旅行するならおすすめのとこはどこですか？うわめっちゃ悩むんですけど結構過去一すごい良かったなって思ったのが北海道の函館。もう結構有名だと思うんですけどやっぱ函館って海鮮とかねロープウェイとか結構遊ぶ場所めちゃくちゃあって、まあある程度2泊とかあったら回りきれるんですけど、函館からかな空港から30分ぐらいすると大沼っていうすごい大自然のリゾートみたいなとこがあって、リゾートではないか沼っていうか湖があるんですけど結構そこがね日本とは思えないような海外のようなね雰囲気があってめちゃくちゃ落ち着くんですよ。なので函館自体はめちゃくちゃ行くとかあるんですけど北海道に来たぞみたいな函館で感じたい方はちょっと近くのね大沼っていうところまでぜひ行ってほしい。めちゃくちゃ綺麗なんで浄化されます。インナーコンク見たいです。見ます？見えるかしら私のインナーコンク。ラニーのねハートのなんか骨みたいなピアスをつけてます。これ誕生日によって色違うんかな。これ軟骨用以外にもあると思うのでおすすめ。彼氏と長続きする秘訣、もう20年間ねほんとちゃんとした恋愛っていうものをしてきてないから多分人よりも経験が私ないんですよ。だから結構苦労というか学びがねすごい多いんですけど何事もやっぱ伝え方をすごい意識するようにしました。ちょっと嫌だなって思った時とかはちゃんとその場で伝え方をすごい工夫する。するともうそこまでなんか喧嘩とかもすることなくなったので、伝え方意識する工夫するっていうのと結構私一人だと思う大ズボラなんですよ。ズボラというか下品。あんまり動画とかでもね見せられないんですけど足をすごい変な体勢で座っちゃったり洋服とかもね結構ボロボロで過ごしたりしちゃうんですけど、まあ、ちょっとズボラすぎる一面はあまり見せないだとか色気を失うような行動はしないようにしてます。やっぱいつまでも女性として愛おしい存在として見てほしいから手をね抜きすぎた姿はあまり見せないようにしてます。ジェシカドンキで買いたいのですがいつから発売されますか？なんとですねちょっと私まだ見れてないんですけどもうドンキにね徐々に導入されていっております。9月のね頭の時点で14店舗は確実に販売しててちょっとざっとねある店舗はこんな感じです。東京もありますし岐阜県福岡だと天神本店にあります。ぜひちょっとおしゃれなね私のパネルがありますので見に行ってください。次、鏡見て自撮りをして病んでしまう負のループやめたいです。私も YouTube 初期はあったかな。鏡見てなんでこんな顔なんだろうってすごい大泣きした時もあったし自分の顔を知るためにね毎日外カメラで顔の記録を撮ってたんですけどそれ見ても病むっていう。焦らず本当にどこがダメなんだろうっていうのを理解して書き出して一個ずつ潰していく。やっぱりなんか美容とか何もやってない最初の時点って赤がねいっぱいあるからさなんでこうなんだろうってもうその場では手に負えない状況になると思うんですよ。けど大丈夫、一個ずつ丁寧に潰していけば絶対にこの負のループから抜け出せます。だし本当に光によって顔って全然変わるんでそのね照明が悪い可能性もある。だからその可能性も一応あるかもしれないって頭に入れててほしい。真上からの照明とか本当に漏れないし蛍光灯の照明とか青みっぽいのとかオレンジっぽいのとか本当にその人に合うライトとかもあるんで気のせいの可能性も本当にあるからもう最初の方は改善したいとこたくさんあると思うんですけど一個ずつ丁寧に消していけば確実に自信に
になると思うので、病みそうになったらこの電気が悪いっていうね、電気のせいにしてとりあえずメンタルを落ち着かせましょう。次、ウインクしてできとる。やっぱ右って口角もこっち下がるしやりづらいよね。やっぱね、利き顔がねこっちの左側なんで、こっちの方がね割と表情豊かなんですよ。で、利き顔じゃない方ってやっぱ表情が豊かではないので、表情筋があんまり使えないからこっちウインク苦手です。はあ、こういうことも学びですね。次、好きなおにぎりの具教えてください。私はですね、圧倒的に昆布が好きなんですけど、その昆布もこだわりがありまして、これ九州だけかもしれないんですけど、つぼ漬け昆布、もうこれが大好き。睡眠時間は平均どのくらい？7時間確保を努力しております。高校生です。質問ではないのですが、今就職試験中で応援メッセージ欲しいです。任せてください。多分今すごい大変で不安になる時期だと思うんですけど、絶対に結果どうであれ確実に生かされるので、人生に体がね元気じゃないと挑めないと思うので、しっかりと健康的に挑んでください。どんな結果であれ頑張ったことはすごく偉いので、もう私が動画出す頃は終わってるかもしれないんですけど、無理せず自分らしく。最近彼氏にキュンとした出来事はありますか？ある。結構一緒にいる時ってのほほんみたいな雰囲気になってるんですけど、この間ふとね仕事の電話がかかってきた時に出た時の声が結構低くって、あ、そんな声出せるんだと思ってキュンとしました。やっぱ一緒にいる時と仕事の時でモードが違うとね、そういうギャップにやられますよね。次、今年一の映画はズバリ配給ゴミ捨て場の決戦。元彼何人いますか？元彼は2人といっても、本当に中学生の時とかのなんか好きらしいぜ付き合っちゃえないよみたいな感じの流れでお付き合いしました。本当2週間とか入れていいのだろうか。内面を磨きたいです。内面で気をつけていることは何ですか？これはですね、私も常に修行の身と思って生きてますね。結構これが私の中でも効いてて、やっぱ修行の身って思うと何事も試練と思うし、まあ、自分をね責めすぎるのはいけないと思うんですけど、まあ、相手を責める行為は本当に一切なくなるし、一歩引いて物事をね見ることができるようになったので、謙虚な気持ちをね常に忘れないようにしています。次、今でもモーニングやハロプロ好きですか？好きなんですけど全然現場に行けてないです。この間梅芸にムーランルージュ見に行ったんですけど、その時がカエディの芸能活動一旦ね止まる最後の活動だったので、もうすっごいオタクとして見に行きましたね。めちゃくちゃ華麗で力強くって、もう本気で惚れました。はい、かっこよかったですね。まあ、あれ見るとやっぱハロー見に行きたいなって思った。鹿の間ちゃんがスタバで一番好きなドリンクは何ですか？ご覧の通り私ブラックコーヒーしか飲まないので、たまにラテ飲むんですけど、まあ、スタバ行った時は基本スターバックスラテの高リスクなめを飲みます。眉毛が薄すぎてヴォルデモートみたいで困ってます。ヴォルデモートぐらいないの？でもヴォルデモートはあれここの骨めっちゃ出てるからな、影になってちょっと暗く見えるけど、最近はむしろみんな眉毛なくすぐらい薄眉がめちゃくちゃ流行ってますので、めちゃくちゃ可愛いと思いますよ。私も眉毛薄くしたいからすごい脱色してるし、眉毛全なしにしたいぐらいなんで、めちゃくちゃ可愛いと思う。推しのライブのために2ヶ月で15キロ痩せます。大丈夫？アドバイスお願いします。15キロか結構大変だと思うんですけど、無理だけは絶対にしないでください。でもね、多分本当にダイエットしてると一気に落ちても減らなくなる停滞期っていうのが来るんですよ。でも私最近ダイエットしてて分かったのが、どんなに頑張っても変化して見えないって思う時あるじゃないですか。経験上ね、めちゃくちゃ運動して体重減るじゃないですか、その時。けど見た目は痩せてないんですよ、別に。で、見た目いつ効果出るかっていうと3週間とか1ヶ月後なんですね。だから今ね体重が落ちないからとか、今体重が落ちたのに見た目変わらないみたいな不安になること絶対あると思うんですが、1ヶ月後確実に痩せてるって言われるんで、もし不安になってしまった時があったら、鹿の間言ってたなって、1ヶ月後めちゃくちゃ効果出るぞっていう、ぜひ思い出してください。確実に後から痩せます。本当に短期間のダイエットはすごい危険なので、栄養だけはしっかりととって、太陽を浴びること、あと睡眠しっかりとること、これだけは絶対に約束して、健康的にね。次、ちかちゃんは日々の不満や小さな嫌なことをどんな方法で発散してますか？もう何事もね、日々の不満はなんか誰かのせいにするというよりも神からの試練と思って消化するようにしてる。私もあるんですよ、本当に動画を撮り終わったのにもう1本分のデータ全部消えちゃったみたいなハプニング。昔まではね結構体力こういうの使うから
からかなり落ち込んでたんですけど、とりあえずめちゃくちゃ中二病みたいなんですけど、嫌なことがあったら面白えとか言ってみる、きたきたとかね、まあ嫌なことあったらそういう面白えとか言っちゃって、意外とね口に出すと案外明るくなったりするんで、結構私ハプニングとか嫌なことあったら面白って言っちゃいます。ぜひ言ってみてください。でも発散方法なんですけど、その不満によって発散方法をいろいろ変えてまして、大体私は焼肉に行きます。さっきの人からもそうなんですけど、カラオケ行く、焼肉行く、お酒飲む、旅行で、一番最終的にはまあちょっと高額な、まあ、ご褒美感覚で物を買うなどしますね。落ち込んだ時はもうこれすれば大丈夫っていうのが解決法になってくれるので、私はもう大体焼肉行きますね。発散する方法っていうのを決めておくといいかもしれません。次、大学で可愛くないとか言われて学校に行きづらいです。シカちゃんだったらどうやって見返しますか。ねえ、そんなこと言う人がおるん、許せん。もうね、あんまり私言われることないんですけど、やっぱりあのコメント上でね結構言われることがたまにあったりするので、そういう時は映画の主人公になりきる。やっぱ映画のいっぱい見てるので、そういうシーンで結構見てきたんですよ。でも大体そういう主人公ってどんどん成り上がっていってめちゃくちゃキラキラするんで、もうそれを想像して、あ、主人公じゃんと思っていくのはいかがでしょうか。そもそももう自分の人生では自分が主人公なんで、もう耳からこうやってスポッとね抜いてください。人をね下げて見る人たちは成長しないので無視、安心してください。可愛くなるために努力している人はもうみんな可愛いので、可愛いので本当に気にしないで、私がいた仲間無視ですね。心が可愛くありません。鹿沼ちゃんは自分の顔に自信がないときどうやって自信をつけますか。まず自信がない箇所がどこなのかっていうのを絶対に見つけて、そこを改善しに行く。でそれを自信に変えるっていうのもあるんですけど、やっぱりあの思考が大事かなって最近すごい思う。やっぱそれぞれね、あの人って美学あると思うんですけど、美しいイコール造形が美しいって思うのはいけないなって最近私は思ってて、まあ、私の美学的には造形というよりも本当にその人に似合うバランスだったり個性、内面もそうだし、それを全部含めて美しい人間と思うので、私はそうなりたい。だからあの顔がどうであれ美しくないなって思わないようにしているかな。最近すごい流行りの顔とかもあるし、ここのね面長だから縮めなきゃいけないとか、そういうのってなんかちょっと私は違う気がしてて、だからみんなが言ってる美学がそれは正解とは限らないんですよ。だから自分の美学、自分の美しいという思うものに従っていくと、意外とね自信ってついてくるもんなんで、まずは人の美学に流されず自分の美学に従う、これをモットーにして私は生きているので、そこまで自己肯定感下がることはないです。次、最近の朝昼晩何食べますか。あのマジで何も参考にならないと思うんですけど、朝ごはんは基本食べないでしょ。で昼ごはんはもう最近ちょっとウーバーイーツしちゃってぷくぷく太郎になってきてしまっているんですけど、今日の昼はあのあんかけカツ丼食べました。で夜はもう最近頑張って作るようにしてます。とにかく健康を優先してますね。あんま添加物が入ってるものとかは避けたり、カップラーメンとかも食べないようにしてるし。おすすめの香水なんですか。シカちゃん大好きです、ありがとうございます。かわいい。暖かい時期はディプティックのオーデサンス使って、ちょっと寒くなってきたらタムダオに切り替えます。お香とかね、ウッド系の香りが大好きです。家族構成、父母妹、猫。シカちゃんのロールモデルは、これ言ったことなかったかな。あのもう昔からロールモデルはもう常にハンナ・モンタナ、マイリー・サイラスが私のロールモデルというか、なりたい憧れの存在と、ゴシップガールのブレア、もうこれは常にあの心に宿してますね。マインドもそうなんですけど、やっぱ見た目ブレアにすっごくなりたい。多分ね、ゴシップガール見たことある方わかるかなと思うんですけど、結構ブレアって秋のイメージすごい強いんですよ。秋の茶髪にね黄色いカチューシャとか赤いカチューシャしてるのがすごい好きで、それで今私髪茶髪にしてるっていうのもあるんですが、似合うのはね割と黒髪とかの方がもっと顔色はね私よく見えたりするんですけど、やっぱり私はブレアになりたいと思って今はね結構茶髪継続しております。次、私も赤面症で、好きな人と喋ると顔がリンゴみたいに赤くなってしまって喋りかける勇気が出ません。多分赤面症じゃない人からしたらめちゃくちゃ可愛いと思うんですけど、我々赤面症からすると本気で可愛さがわからん。本当に嫌ではあるんですけど、周りから可愛いって思われているならばそれをあざとさに変えましょう。なので好きな人と喋るときに赤くなってしまう。一旦落ち着けば赤さって引いていくんですけど、やっぱ好きな人だと目あったり赤くなってるって思われてないかって思われてると余計に赤くなるじゃないですか。なので一旦こうやって頬を押さえて話すときにね、
で多分私の場合目を見て話すとめちゃくちゃ赤くなってタコになる一方なので目は合わさない。もう下向いて一旦落ち着くまで話す。でも多分それって結構可愛いと思うんですよ。やっぱね赤いっていうのをちょっとでも隠せたら落ち着くんで、まあ頬を押さえて恥ずかしいけど、まあ、落ち着かせながら話すっていうのはいかがでしょうか。ちょっとあざとく多分赤くなることがね可愛いって多分理解できないと思うんですよ本人は。けどこれだけみんなが可愛いって言ってくれてるからさ、可愛いって思ってもらえるかもしれないですよ。まあ、ちょっとこの赤みを武器にしていきながら可愛いって思ってもらえてるかもという思い込んでみるのはいかがでしょうか。彼氏さんとの長続きで大切にしていることあったら教えてください。やっぱり尊敬尊重することかな。であと自分に余裕を持つこともすごい大事かもしれない。やっぱ誰かと一緒に歩んでいくってすごく大変なことだと思うんですよ。私の場合余裕がないと結構当たっちゃったりするので、なのでまず自分に余裕を持つように自分自身をすごいちゃんと充実させる、相手に委ねすぎない、相手を期待しすぎないっていうのもすごい心がけてるかも。参考になるかな。次、シカちゃんが日常で過ごす上で大切にしてることは何ですか。私の場合私が元気じゃないとこうやって YouTube も投稿できないし、結構イベント登壇とかもあって体が本当に仕事道具でもあるので、数年前ね結構躁鬱の時期とかがあってすごいメンタルが揺らいでて大変だった時期があったんですけど、そういうのも本当に健康的に生きることを意識したら治ったので、ちょっと今風邪ひいてて説得力全然ないんですけど、心も体も健康的にいることを心がけてるし、大切にしてることっていうのはとにかく会いたいと思った人には絶対に会いに行くようにもするし、一人だけに偏ってしまわないようにバランスよく人生を生きています。次、カリスさんと順調ですか。ちょうど昨日プチ喧嘩したんですけど仲直りしました。順調です。好きな動物は何ですか。猫。埋没迷ってるんですけどどう思いますか。私も右目はアイテープで広げてますので、もう片付いたからねすっすごい自分に自信がつきました。なので埋没してメイクが楽になるだとか自信がつくならば絶対にやっていいと思います。私の場合ね本当にアイテープで型がついたから良かったものの、型がつかなかったら普通に埋没してたので、アイプチをねする時間がなくなったし、かぶれることもなくなったので、自分が幸せになる方を選んでください。次、 AirPods のケースは何使ってますか。これはねもう AirPods デビューした時から変わらずなんですけど、これ Amazon でね購入したんですけど、黒のちょっと革っぽい生地のケースでございます。これめちゃいいですよ。 Amazon で検索したらもうリンクなくなっちゃってたんですけど、基本的にもう週5、6で私デニムを履いているので、デニムのベルトのとこにつけてても色がねレザーっぽくって落ち着いているので全然ダサく見えないし、めちゃくちゃ丈夫。多分もうここのボタンから見て古さ伝わると思うんですけど、 4、5 年使っとるんやないかな。4年ぐらいバッグにつけてもね全然違和感ないし、ベルトにつけられる系すごいおすすめです。高校時代はどんな恋愛をしていましたか。女子校だったんで本当出会いもなくってほとんどしてないです。もう本当に異性と話すことすらできなかったので、現実逃避としてオタクになりましたね。まあアニメだったり韓国アイドルだったり、ギリ手の届かない存在を見て楽しむ疑似恋愛してました。時間管理が苦手でぐーたらしちゃいます。鹿の間ちゃんはどうやって一日の計画をしていますか。はい、私も結構ぐーたらしちゃって SNS ばっか見ちゃうんですけど、基本的に休みの日とか朝早起きして作業したいなって時は朝1に用事を入れます。やっぱ一人だとねなかなか動けないので、朝1に整体入れるとか、まあ、美容室とか行くのも休みの日でも絶対に朝1入れたり、友達と朝合流してカフェ行って朝ごはん食べて解散したり、だいたいちゃんと朝起きて家出れたらもうあとは結構流れに沿ってね完璧に行けるんですけど、結構働き方がね人とは違うので参考にならないかもしれないんですけど、 YouTube の動画を撮る時もですね、企画はもう絶対に前もって1ヶ月前に1ヶ月分の企画を決めるんですよ。もう今の時点でもう12月ぐらいまでの YouTube の企画っていうのは全て決まってて、早め早めにざっくりとした計画を立てて、で1週間前に来週はこう動こうっていうのをスケジュールに入れてます。この日にこの動画撮って、この日に何をしてとか。でもどっちにしろ仕事だからそれをこなさないといけないので、早め早めに計画立てる、動けないって時はもう朝1に予定を入れるとか、私の場合は宅配物を午前中に指定してどうにか朝ピンポンで起きるとか、1ヶ月だったり1週間1日のルーティンっていうのをある程度決めていたら動けるようになるかなと思います。
次、チカノマちゃんの推し動画は何ですか？私はノーカットメイク動画が一番好きです。ノーカットメイク動画めっちゃ私恥ずかしくて見れないんですけど、まあ、編集しててすごい楽しい動画っていうのは結構変化球のあるメイク動画、季節ごとのメイク動画とか結構楽しいかも。ぜひ皆さんの私の推し動画あったら教えてください。ちょっとノーカットは私恥ずかしくて見れないです。差し支えなければ通われている美容室を教えてください。今2つ通ってるんですよね。1つがもうメインで通ってるのが福岡、結構店舗たくさんあるんですけど、ボタン系列の美容室に通っています。最近はボタン博多に行くことが多いですね。で言えないんですけど、家の近くにめちゃくちゃこじんまりしている美容室があるので、そこにちょっと行く時間ないなって時はそこに行ってるんですけど、そこの美容室で教えてもらったのがこのケラフェクトコネクターなんですよ。一人でやられてるプライベートサロンなんですけど、ちょっと家近すぎてね言えないんですが、家近とボタンに通ってます。ピラティスどのくらいの頻度で通ってますか？だいたい今月2です。チカちゃんのおすすめの海外旅行先。あんまり海外旅行行ったことないんですけど、最近6月ぐらい5月に行ったベトナムがもう本当に良かったです。やっぱ海外って不安たくさんあるんですけど、結構ベトナムの方ってすごい優しくって、意外とね日本語で喋りかけてくれたりするので、すごい落ち着いた国でまた行きたいなって思いました。ダナンに行きたい。次、最近ハマっていること。あつ森再びハマった。好きな言葉は？最近私自分にねめっちゃ言い聞かせてる言葉があって、それが気合根性気の持ちよう。だいたいこの3つあればね何でも乗り越えられるなと思って、ちょっと私の人生のスローガンだなと思って言い聞かせてます。病んでる時に見るべき映画は何ですか？シカちゃんラブです。ありがとうございます。病んでる時に見る映画、ちょっとタイプによってねおすすめした映画変わってくるんですけど、まずこの自分の心と向き合いながらゆっくり闇を回復していきたい方はマイインターン、前向きになれる。でとにかくポップで元気になりたい、そんな方にはガーディアンズオブギャラクシー。とりあえずね音楽だったりノリノリ感でどうにか闇を吹き飛ばしてくれる映画なんでおすすめです。でねめちゃくちゃもう狂ってて自分のこの闇を軽減させたいなって思う方にはマッドマックス怒りのデスロード、全てがどうでもよくなりますねこれ見ると。でちょっと限定になっちゃうんですけど、病んじゃう学生さんは絶対にウォールフラワー一択ですね。もっともっとあるんですが、私がまあ病んだ時に見るのはもうゴッドヘルプザガールですね。これタトゥーに入れたいぐらい私の人生映画です。結構ピンポイントかも。ハマる人はめちゃくちゃハマる。タトゥー紹介してほしいです。動画でねタトゥー多分紹介したことなかったんですけど、書籍ではね紹介してて、一番最初に入れたタトゥーがここの鹿なんですよ。この手首の鹿なんですけど、これは韓国で20歳の時に半年ぐらい韓国に住んでたんですけど、一緒に住んでたお姉さんがタトゥー入れ行くって言ってて、一緒入れるみたいな聞かれて、私結構もう10代の頃からタトゥーは大人になったら絶対に入れるって決めてたから、20歳になったし入れようかと思ってこの鹿を入れました。私名前に鹿が入っていて、結構いろいろ鹿が人生にいっぱい絡んでいるので、まあ鹿はね自分の象徴として入れてます。でここですね、ここ文字書いてあるんですけど、これは Tomorrow is another day って書いてあります。これが2個目に入れたかいな。多分これ2個目なんですけど、これはね風と共に去りぬっていう映画のセリフなんですけど、まあ明日は明日の風が吹くって日本では言われるんですが、直訳すると明日は別の日なんですね。まあ今日がめちゃくちゃいい日でも明日めちゃくちゃ悪いことが起きるかもしれんし、今日めちゃくちゃ最悪な日でも明日はもしかするとめっちゃ楽しい日になるかもしれんし、まあ、そういう前向きにもなるし気の引き締めにもなる言葉なので、座右の銘として腕に刻ませていただきました。そしてここにですね腕の、ね、内側にコマが入ってるんですけど、見たことあるかな。これはですね私の大好きなクリストファー・ノーラン監督のインセプションという映画に出てくるコマなんですけど、まあ、映画がすっごい大好きで、このインセプションを見た時のね衝撃が本当に忘れられなかったので、というかもう忘れたくなくって刻みました。そしてこっちに腕の裏にねニコちゃんマークが入ってるんですけど、これ MC って文字が目の部分に彫られてるんですが、これはその私のさっきロールモデルとも言いましたがマイリー・サイラスが大好き、というかもうマイリー・サイラスは私の体の一部なので、まあ、とりあえず入れとくかと思ってマイリーは入れましたね。で一番最新のタトゥーがこれ、この腕の内側に入れてるのが去年入れたかな。まあこれいろいろね意味含まれてるんですけど、まあ生命ですね、生命入れましたね。タトゥー入れる予定ありますかって聞かれること多いんですけど、今んとこないけど妹とお揃いのタトゥー入れようかみたいなのをずっと 1,2 年話してて、何入れるか今妹とずっと考えてますかな。初めて言った。親と進路についてお金のことで意見が食い違って本当に辛いです。
シカちゃんの意見を聞きたいです。私も高校卒業したら就職するために商業高校に通ったんですよ。なんですけど高校3年生の時にやっぱり私はあの洋服の道を歩みたいと思って専門学校に行きたいって言って母に急に進路を変更するもんだからすごいぶつかったんですよ。やっぱり専門学校ってめちゃくちゃ高いし、でも私は絶対にいつか学費とかは全部返すって決めてたからやりたいことを諦めることはさすがにできなかったんで、対面でね言い合うと私言葉が出なくなっちゃうので手紙に書きました。自分の気持ちをもう全部手紙にぶつけて、もうお母さんにこれが私の気持ちですって言って提出して、お母さんもそこで理解してくれたんですけど、まあ正直ね26歳になってあの服飾学校に行ったけど全然洋服の仕事をしてないけど、あの時通った学校にはすっごく学びがあって今でも生かされてることたくさんあるんですよ。だからまあどんな道だろうと学ぶことは絶対にあるから、今違うかもって思ってる場所に行っても絶対に学ぶことはあるし、やっぱやらないで後悔するよりもやって後悔した方がいいと思うので、結構お金の問題はねすごい難しいところなので、もう行きたいとこに行くべきだとは言い切れないんですけど、私はもう絶対に全て返すつもりでこの道に行くっていうのを決めました。で現時点でしっかり学費も返せてますし、やっぱ自分の好きなことを選ぶとやりがいすごい感じるので、いやいやねなんか苦しみながらやるよりも絶対楽しい人生が送れると思いますし、正直一つの職業って 1,2 年やったら自分に向いてるか向いてないかっていうのが分かるので、20代だけでも2年ごとに職を変えたら5個ぐらい経験できるんですよ。だから何を優先して学びたいか、職に就きたいかっていうのを考えるといいかもしれない。20代はねすごい早いけど結構経験する時間っていうのはたくさんあるので、この進路を選んだからこの仕事についてしまったから全てが終わりでは本当にないので、ぜひね自分のやりたいことやりがいを優先して説得してみてください。やっぱこうやって話し合ってるといろいろどっちも意見があるけんさ、感情的になってしまうやん。だから私は結構言葉が詰まっちゃって思ってもないことを言ってしまったりするんですよ。だからもうこれは手紙で完結させるのが一番私は手っ取り早かったです。さあ続いてが最後90個目の質問です。100万人までの意気込み頑張ってください。ありがとうございます。本当にいつも言ってるんですけど数字が全てではないんですが、やっぱ分かりやすい一つの目標として必死に今走り続けてます。小学生の頃からね継続がすごい苦手で飽き性で、お母さんからはねもう中途半端女ってすごい言われてたんですよ。で YouTube 始めた初期に投稿も嫌ってなったんですよ。でお母さんがそれは継続しないと意味がないってすごいガツンと言われたんで、そこに火がついて毎週投稿を6年間頑張って YouTube しかのままここまで大きくすることができました。初期のね動画見たらわかるかなとも思うんですけど、表情管理がねすっごい苦手で笑えなくって、話すことも苦手だったので最初は苦労しましたが、今はね本当に皆さんの応援がありうまく笑えるようになりました。話し方とかコンプレックスだった部分も今では褒めてもらえるようになって、努力がね実を結んだなとどんどん進化できております。まだまだねもう内も外もアップデートさせたい部分はたくさんあるんですけど、 YouTube をね続けたことによって圧倒的自信になったので、自分史上最高尾で100万人を迎えたいです。そして皆さんも絶対一緒に連れて行きたいので、何人になろうがね私自身は何も変わらないので、ぜひ温かい目で応援よろしくお願いいたします。大丈夫かな、ちょっと本当質問コーナーの需要があるのか不安でそわそわするんですが、ちょっと本当にたくさんの質問いただいて答えきれなかったものも山のようにあるんですが、今回の動画で誰か一人でも前向きになれたらいいなと思います。あ、フォローとしてた90万人突破ということで、なんと美容アイテムが90名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。普段ねいろいろ使っててマジでこれみんなに使ってほしいみたいなアイテム結構あって、そういうのをねちょっとプレゼントの中に入れ込んでみたので、概要欄に応募フォーム記載してますので、ぜひ気軽に応募してみてください。それでは今日はこれにしておきたいと思います。90万人の鹿のままどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。